どうも、かつやしです。今日はですね、えー、ここにね、洋服をね、並べております。デニム、半袖 T シャツ、ネルシャツ、フリース、これ何かって言ったら、もう、わかると思います。ユニクロ U でございます。ユニクロ U といえば、2月21日金曜日ですね、2020年の春夏のコレクションを発表されるということで、まあ、いち早くね、こう、まあ、出てるものもあります。これね、めっちゃいいんですよ。これ、半袖 T シャツの、これ、ナチュラルっていうカラーなんですけれども、まあ、カラーがまずまあ、気に入ってるのと、やっぱりこのね、 復活したと思われるこのね少しこう肉厚感のあるねヘビーウェイトな素材これねめちゃくちゃ着やすいまあ実際に今ねこれ着てるんですけれども僕サイズ違いでね買って ML なんですけれどもなんかねこういうちょっと着丈の長いジャケットとかだったら L の方がいいかなとか思ったりだとかまあこれだったらシャツのインナーだったりだとか1枚、まあ、まあその辺のね使い分けはそれぞれだと思うんですけれども。 これね、めっちゃ気に入ってます。買い足し決定だと僕は思ってます。で、色もね、まあ、白黒追加でしたいのと、あーなんか引っかかった、なんか光っ,った。えっ、ー、とね、白黒ね、追加したいのと、ナチュラルもね、まあ、追加すると思います。これ1000円ですよ。1000円でこのね、クオリティ、ユニクロ U 抜群です。ただね、1つ確かにね、言われてね、気になるところといえば、 淡いカラーだと、これ、ここのね、これ、ここ、ここ、これ、少し透けるんですよね。まあまあ、そのあたりは、まあ、上とか来てたらわからないかなと思ってですね。まあ、そのあたりはするということで。で、えー、ということでね、もう一回ね、こう、ユニクロ U の、えー、っと、2020年の新作のコレクション、もう一度おさらいしてみて、それで、皆さんが何を狙ってるか、 何が流行ってるのか僕もわからない部分がめっちゃあるんで教えていただきたい。教えていただきたいし、共有したいということで動画の方再度ね、撮ってみたいと思うんですけれど、まずこれはだから特別コレクションを押しまして、ユニクロ U タップのメンズタップの録画開始ですね。録画開始をね、していきたいと思います。これでね、どっちかに出ますのでですね。では行きたいと思います。やっぱね、これね、 楽しい。これはほんと楽しいね。ユニクロ U、えー、2020年春夏コレクションオンラインストアと、えー、全国のユニクロ店舗にて2月21日金曜日より発売開始ということでございます。まあ、全国のユニクロとは言えどもフルラインナップ取り扱い店舗というのがありますので、そこはね、あのー、まあ見ないといけないなと、確認しないといけないなと思っております。で、 あのいろいろこうまあよくねこう話す人とかとはまあいるわけですよ DM だったりだとかで,でこのテーラードジャケットよくないですかみたいな話になってて、まあ、確かにね僕もね毎度毎度ねあの毎度毎度って毎回毎回ユニクロ U とか新作が出るたびにテーラードジャケットまあ前回の秋冬だったらコードゥロウなセットアップジャケットとかがめっちゃ人気だったじゃないですかそれで、えー、こう録画できてるよね録画できてるねそれで まあいいなとは思ってるんですけど買うまでは至ってなかったわけですよねでまあそろそろ確かにでもね欲しいけどどうしようかなと思ってるのがこれなんですよこれえっ、ー、とテーラードガケットセットアップ可能な商品でユニクロ U を代表する一着ということででやっぱり買うんだったらブラックが一番使いやすいかなと思ってるんですよねただねちょっとこう足踏みしちゃうところが 8, 円すするんですよね7 9 9 0税ということで8000円9000円ぐらいするとそこがね足踏みなんですよね若干待てばと思うんですけれども、まあ、前回の確かにあのユニクロ U のコレクションでコーディロイのセットアップのあれダークブラウンだったかなすぐ売り切れたじゃないですか、まあ、ここら辺のねタイプは売り切れちょっと安くなって だとか期間限定価格みたいな感じで狙いたいなと思っているんですけれどもまあねこれがねユニクロ U を代表するツイール素材ということでツイール素材だったら通年使えるなぁとか思ったりだ,とだったりだとか、えー、シルエットがねなだなだ,なだらかな肩のライトリラックスフィットでスリーブでもルーズでもないシルエットということでこの絶妙な感じがあるらしいんですよ。 でシワになりにくい、えー、シワになりもう朝だ朝午前中だよ、えー、シワになりにくいのとお手入れが簡単ということでこの辺りね、えー、非常に気に,気になってますでいろいろインスタだったりだとか,なんかブログとか見てたらこのフーデッドコートっていうのがなんか女性の間で非常に人気だということを見て何かの記事で見たんですよ一瞬ね確かにねやっぱりこうちょっとこうミリタリー なな感じじじの雰雰囲囲気気ももああるるゃゃいですかそこは確かに気になるな、気になる。非常に気になる。で、素材もね、これがね、ポリッと綿だったと、確かそうだよね、ポリと綿だったと思うんだよね。えー、そうそうそう。えー、表面が、えー、ポリが65%ポリエステルですね。で、綿が35%ということで。まあやっぱ春に着られる。まあね。 サッとね切られるアウターということでこれがねなんかねなんかのね見たんですよこう女性が腕まくりしててうわいいなと思ってただねこれが高いんですよ14900プラスゼちょっとねでなんかなんでこれそうなんですよねでこの秋冬に関してはレディースなんか特にユニクロめちゃくちゃ下がってたじゃないですかこれさと思っちゃって いるのでただね気になる存在ではある買う買わない別としてですよ、うん、買う買わない別として非常に気になる存在やっぱりミリタリーな感じが僕好きなんでそこはね非常に気になる昔のミリタリーパーカーをベースにというねここがね見た瞬間やっぱりねみたいなやっぱりねみたいな皆さんね何,何気になってるか僕は知りたい皆さんがうんで僕もね、えー、それを聞いてあっいいかもみたいなな こ,こね、スッと流れるかもしれないからであとこのトラッカージャケットもねこのトラッカージャケットって僕毎回ね見てるんですけどこのグリーンやばくないですかこのカラー派手派手カラーこれねすげえなと思ってこれやっぱ着こなせる方って超上級者の方かなと思ってですねこれグリーンはさすがにあれだなでもねこのやっぱブラックのこのツイールだったかな何だったっけ えー、ツヤがある、あ、そうそう、サテンのね、ツのあるようなコットン素材ということで、まあ、実際でもね、見てみないと、こう、ワンウォッシュかかってたりすんのかななんか若干ここら辺見てみると、ウォッシュがかかってる感はあるけども、まあ、写真でちょっとわからない部分、正直ありますよね。えー、毎日のワードローブに欠かせない今っぽいシルエットということで、 これサイズがね、僕見てたら、着丈、僕結構ね、着丈がね、気になっちゃうタイプで、M だったら61なんですよね。やっぱり63ぐらいがあった方が、まあインナーとかちょっと調整効くかなとは思ってるんですけれどもね、皆さんは何の、どのアウターが気になっていますでしょうか。で、このね、デニムワークジャケットもいいっすね、みたいな話になってて。 昔ながらのコットン100%デニム、えー、ですねこれが確か10オンスぐらいだからやっぱ春素材っていうことで10オンスデニムを使った伝統的なデニムジャケットとリラックスやっぱりこうやっぱザクやっぱざっくりなのかなこれだったら皆さん何色がいいと思いますやっ,ぱまこやっぱこの中間色好きだな好きだなーでえっ、ー、とねまあそれのえっ、ー、とこのハンティングジャケットこれ僕最も好きな感じじゃないですかだってさ 今着てるのもさほぼほぼそれなんですよほぼほぼそれなんですよねこれにベージュベージュじゃないナチュラルのこの T シャツ合わせたりだとかしたらねもうねめっちゃ好きな感じで色がブラックでしょブラウンでしょあこれブラウンかブラウンかこれでなんかカーキがあったらいいですよねカーキがあったらいいですよね6 9 9 0税ということで 逆にブラック。あ、でも濃すぎるかな春でブラックだったらどうだろう皆さんどう思われますでしょうか、えー、軽やかな素材ではさらりと、えー、着られる、えー、しなやかなコット,ンットンリオネルリオ,リオセル素材を生かしたリラックスフィットちょっとシャカつく感じかなは詳細まではわからないけれどもまあ大体のいつもの感じだったら若干シャカッという。 感じかなと思っております、えー、そうやね、そんな感じやね、うん。ドライクリーニングと書いてあるけども、家でガシガシ洗って、なんか、なんか、着込んでますよ、感出してもいいかもしれないですよね。で、僕、ドリズラージャケットね、今、ユニクロのレギュラーラインでもなんか似たようなタップ、確かあったと思うんですが、スイングトップのね。これ、気になりません僕、非常にね、気になってるんですよ。パープラス、さすがにあれかな。ブラウン。 あでもねネイビーがあったらよかったかなあそうやね色問題だね色問題色問題やね一瞬一瞬テンション下がったなこれあのレギュラーラインのこういった形が確かねネイビーがあったんですよねなんか若干チェックを使ってるような感じだったと思うんですけどね若干テンション急にテンションが下がる急にテンションが下がるでセーターカーディガンはね着ないっす 気ないですねでもね、これは気になります。ニットポロシャツ。多分前も気になるとか言ってたと思うんですけれども、で、ブラックがいいなぁとは言ってたと思うんですよね。この辺はね、ちょっと気になる。そんな高くないんですよ。で、素材もですね、えー、っと、ハイゲージの天軸編みでしょう。うで、コンパクトな編み、えー、地なので、しっかりめの風合いで、だからこれガシガシ洗って、 なんか古着感とか出しちゃってもかっこいいのかなーとか思ってるんですよね。うん。この辺は、えー、気になる、えー、アイテムでございます。でカーディガンとかも結局ね着なかったんでそんなにですね。まあそのワンシーズン着てじゃあ次のシーズンっていう形だったらやっぱ着なかったんでカーディガンとかはスルーかな。でロンティロンティ、えーはえっと少し様子見をしようかなって思っててでまあ 着たいなと思っているのはやっぱりねこういった明るい色とかってでこのなんか中間色な感じのこの、えー、ブルーだとかパープルだとかもね着たいなとは思うんですけど結局多分着ないんですよあの動向を見てると残ったものこの前のね残ったアイテム残したアイテム持っているアイテムだったかなユニクロいうの結局白黒ばっかりなんですよ。白黒はねまあか まあでもね持ってるからねなんかね半袖が欲しいんですよなんかもう半袖半袖が着たい僕は半袖が着たい半袖の上にシャツを羽織ったりだとか半袖の上にジャケット着たりだとかライダース着たりしたいということでトレーナーもね前ねはいいなって多分言ってたと思うまあはっきりは覚えてないですけどねはっきりは覚えてないけれどもこのナチュラルだとかやっぱこのブラックこの2色ってやっぱね気になっちゃいますよね 素材的にも良さげな感じはあるんで、えー、と2月21日非常に楽しみですねヴィンテージのスウェット、えー、スポーツスウェットシャツのようにネック幅がやや広めでということでこれね試してみたいですね、まあ、実際発売日、あのーまあ、買うか買わないかは別として見に行ってあどうだったよーみたいな感じのですねこう動画も多分撮ると思いますので まあ全部変えたらいいんですけどね、えー、そこまでは変えません。<laughs> そこまで変えません。<laughs> これですよ、やっぱりだから、もう紙、紙 T シャツ、紙のような T シャツ、これね、1000円ですよ。めっちゃ安くないですかで、カラーバリエーションも豊富、めっちゃ豊富、めっちゃ豊富だから、なんかこの辺とかね、パープルとかね、買ってしまいそうな気持ちもあるんすよ。買っててしまいそうだけれども、ナチュラル、ブラック、えー、ホワイト、 たまにグレー。この、このグレーいいすよね。このグレー。うん。まあね、いいですよね。っていうのが楽しいんですよ。で、ボーダーもね、そうそう、ボーダー欲しいのがあって、これこれ、これがだから発売日の、えー、っと、オーバーサイズボーダークルーネック T シャツということで、80年代スケーター T シャツを意識したらざっくりとした風合いとシルエットがクールということで、これがね、欲しいんですよね。まあ、買うんだったら、ブラック。 えー、ブラウン、うんオレンジあ、ブラックかな、やっぱね。で、こえこれこれな、なにこれは、買えるじゃん、なにこれなんでこれ買えるしこ、これ。なんでえ、発売これなにもう売ってる、売ってる系売ってる系だったら、これ。 これね、お気に入りにも入れてたんで、これ絶対買おうと思って、80, 80年代スケーター T シャツにインスパイアされたオーバーサイズ T シャツということで、ドロップショルダーとボクサー、ボック、難しい、ボクシーシルエットの長めの半袖でゆるっとした感を演出ということで、これ買えるじゃん。これマジ、早速買いに行こう。素材もなんかね、つるっとしてるみたいな感じで書いてあったから、 えー、さらりとしたドライタッチということでこれ何売ってんのこれ買いに行こう M でいいかな L でいいかな両方両方うんとりんなん,なんこういうことがあるあ本当だ書いたんだよ新作って出てんじゃんで、えー、ちょっと動揺 <laughs> 動揺っていうか若干若干今頭の中早く買いに行きたいって まあ、スペース空けてるね断捨離したからスペース空けてるんで <laughs>。で、えー、っと、このやっぱね、無地系がいいんですよ。無地系いいっすよね。今年プリント T シャツ、多分、まあ絶対買うと思うんですけども、基本無地でいきたい。無地でいきたい,い。この辺になると逆に夏、本当真夏系な感じだから、たまーにこういう遊び入れてもいいかなと思う。はっきりせずに、なんかこう、超淡い系な感じのこのね、パープルとかね。 いいっっっちゃててもかいいかなとか思ってるんでですよねで白黒でしょ白黒抑えたい確かに抑えたいオーバーサイズがどれぐらいのオーバーサイズかだよねでシャツもね、えー、シャツはねでもねやっぱこのねスタンドはいいなと思うんですけれどもスタンドはいいけれどもシャツに関しては無印貼ってわけじゃないですけど無印のねサイズ感着丈感雰囲気がね好きなんですよね 皆さんシャツ何かか狙ってるもものありますかこれでもデニムの感じですよねデニムの感じは確かに気になるっちゃうこのねこのめっちゃ薄いのよりこっちこっちこれでなんかデニムだとかあの、えー、とファティーグパンツあるいはカーゴパンツだとか合わせてもいいかもしれませんよねでユニクロ U って意外とこの辺のチェックシャツって残りません ワゴンセールに今回も結構なってていくらぐらいまで下がった ?1290 円とか1990円とかまで下がってんのかな意外とね下がっちゃってますよねでこれねジャージーシャツって書いてあるじゃないですか今ねこれ履いてるのがジャージーパンツなんですよジャージーパンツこれってねすっごい履きやすいすっごい履きやすいんだよねこれ素材的に実際ねちょっと触ってみて よかったらこのブルー、ブルーああ、難しいね、これまた。実際見てみたら正直分かんないもんね。ブラックでもブラックで、ブラックいいかな。でも春だからね。難しいね。で、半袖シャツはとりあえずまだいいかなと思って着られないから。半袖シャツ買うんだったら T シャツか。僕絶対的に T シャツか。れだって1000円だもん。めっちゃ安い。で、パンツ類なんですよ。パンツ類。 本当ねこれなんて、まあ、セールでね買ってるんですけれどもこの辺とかこのほんとシンプルなデニムパンツってやっぱ使えるじゃないですかでユニクロ U ってパンツのクオリティコスパねすっごい個人的に好きなんですよねあの股上がね若干深かったりするんでその辺好きなのでチェックはねしていこうと思うんですけれどもこの辺のものっていつも めっちゃワゴンセールにななりませんなんかいつか買ったパンツとか,なんか最終590円とか790円とかまで探してたからちょっと怖いところなんですけれどもただセットアップ最初のねジャケットのセットアップでいくとこれなんですよこれこの辺でブラックで行ったら結構かっこいいかな好きかなっていうようなね雰囲気があるんで。 この辺でなんかこの辺とか来てささらりとセットアップみたいないい,いいかもしれないだからパンツらはね正直にこれねこれだけじゃね難しいですよね判断なんとなくは分かると思うんですけれどもちょっと薄いのかなとかでも実際のこうシルエットとかっていうのが本当履いてみなきゃ分からないサイズ感だったりだとか分かんないなと思って僕なんてこれ7 6ンチなんですよね 76多分73とかでもいけると思うんですけれどもこの76のね絶妙な感じがねすっごい好きなんですよでこっちだってそれぐらいのサイズじゃなかったっけ違ったっけそうだよね30インチの7 6ンチだから76結構ねサイズ的に好きなんですよねあとねなんか前全然気にならなかったのってあのスルーしてたんですけど このパンツなんかいいんじゃないかなみたいな感じになってきててすっごいねすっごい好きかもしれないただ詳細が全然わからないからあのー、非常に気になるゴムを使ったイージーウエストと柔らかなジャージー素材で履き心地もよくいろんなシーンで使えるということでこれね気になってるけれども詳細がちょっとわからないんだよね 小物類はね今回はスルーでいいかなと思うんですけれどもヒゲをここまでしたいヒゲをここまでしたいはいいかがでしたでしょうか、えー、ユニクロユーネ前動画いつ撮ったかちょっと覚えてないんですけれどもそれからいろいろこう皆さんと話しててあれがいいかもこれがいいかもこれ買いますどうしますみたいな話をねいろいろしてるんですよであとまあ皆さんに、ね、動画見ていただいて皆さんにも これ気になる何か,かねいろいろこう教えていただいたら僕もそれチェックしてみたりだったりだとか実際発売日に当日ね見に行って、まあ、近くのユニクロが大型店舗なんである程度多分基本的に全部揃ってるはずなのでまたいろいろチェックできるかなとも思いますしまあねあとスペースクローゼットのスペース空けてますのでまあバカ買いはしないんですけれどもやっぱ欲しいものしかやっぱ 買う必要がないと思っているタイプなので、まあ、着ないものは買わないような感じだと、まあ、皆さんもそうだと思いますので、まあ、でもユニクロ U ってホンコスパ良くてもう特に無地関係が本当ほとんどだと思いますのでいろいろ合わせやすいなと思ってで、まあ、ただねちょっとマイナスのポイントをもし仮に言うんであればこのね冬に関してはめちゃくちゃ値段下がったんで若干 若干最初の立ち上がりで買うのはちょっと怖いかなっていうのはね、うん。まあ商品レビューでこう,こうですよだったらいいかもしれないけれども、それ若干僕の中では怖いかなとか思ってるんで、これ正直な意見なんですけれども、まあその辺はね、こう自分が欲しいものはやっぱかえ、まあ定価でもいいから、定価でも買っちゃうと思います。っていうかね、実際ね <laughs>、さっきの、さっきのさ、僕がお気に入りにこの入れてたね、 このこれ、これ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 この T シャツがもう販売されてるとはまさか思ってなかったからこの辺りはね早速買いに行きたいと思いますまあねいろいろねこうまああでもないこうでもない話していくと思いますので <laughs> そんな感じで今日のユニクロ U 次発売日何買うかまあ最終チェックまではいかないけれどもまたね部屋の動画の方撮っていきたいと思いますでは本日もご視聴ありがとうございました 頑張ってみてください皆さん何買いますなんかね新作って出るってなんか考えるとやっぱ楽しいっすよね早速ゲットしてきましたあとねこんなこんなのもあったのでもらってきましたじゃあ帰ります